変則的な動きをする。あ、どこ行く。ちょっと火が開いたんですけどね、何回やってもうまくいかなくてね、とうとうファームウェアを書き換える手順でいきましょうか。こちらのマイクロ SD にファームウェアの最新バージョンを入れましたね。で、これで電源を入れますと。ちょっと今甘噛みしました。なんか高さがね、何回やっても合わないんですよ。もう初期化する手順とかもようわからんし、しばらく待ちましょうか。あ、なんかピー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 っていう音が鳴った。これ書き換え終わったんですか？それがわからん。え、もう書き換え終わりました？ブートしてたんかな？で、その後に、まずバージョン見ましょう。バージョン。コブラマックスバージョン 2.8.7。2.8.7。が入ってますと。え、なんか分からんけど、まあまあ新しいんじゃないですか。2022年5月10日、まあまあ新しいな。これで一回 SD を抜きます。で、ここに今度こっちのタッチパネルの方のソフトを書き込みます。はい、こちらに書き込んできました。これを電源を一回落としましょうか。落とします。で、こっちのタッチパネルの方にもね SD 入るんですよ。あ、なんか嫌な音になったな。で、こうセットします。これで電源を入れましょう。もうなんか起動してる。で、これでしばらく待ちます。で、なんか音で書き込めたかどうかっていうのがわかるみたいです。いつものピー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 ってなります。この下に2つぐらいあるらしいんですけどね、全然進まへん。で、音も鳴らんし、一回電源切りましょうか。書き込みが完了せへん。で、SD 外して、もう一回電源入れましょうか。これでバージョンが変わってますちゃんと。うわ、ファームウェアなしになってるやん。ちょっと SD もう一回最初からやりましょうか。書き込み方がよくわからん。失礼しました。結構時間かかりましたね。この画面が出たら書き込み成功みたいですね。書き込み時間ね、結構長かったです。15分ぐらいかかりましたね。書き込みが完了したら、なんか音が流れました。そしてチェック000。これで OK ですね。これで一回電源を切ります。はい、ここからやっとスタートですよ。ファームウェアをマザーボードに書き込んで、タッチパネルのソフトを、あ、しまった。最悪 SD 抜いてなかった。また最初からや。15分待ちましょう。終わってるわ。はい、書き込めましたので、これで電源を切ります。で、ここで SD を外します。で、これでもう一回電源を入れます。何回書き込んでるね。あれ、画面が映らんようになってる。待って、どうした？どうした？おい。終わったか？終わったか？おい。ちょっとファームウェアをもう一回書き直しましょうか。何回やってるん、このくだり。これで電源を切ります。で、これを SD を外しましょうか。これでもう一回電源を入れます。あれ、画面映らんようになった。完全に壊れたか、これ。やってもたか、これ。で、これもう一回書き込みましょうか。壊したか、完全に壊したか、これ。もう一回電源入れましょう。あ、映った。これでソフトのバージョンがどうなってるかですよね。あれ、画面固まったで。フリーズしたよ。え、今どういう状態？わからん。なんでこんな番号が出てきた。タイトル画面 Y。 あ、もう一回書き込みましょうか。はい、これで書き込みました。で、これで電源を落として、で、SD を外します。で、これでもう一回電源を入れます。わ、固まるわ、これ。なんなん、マジで。終わったわ。はい、ちょっとあれからいろいろ触ったんですけどね。もう液晶が映らんようになったんですよ。これで動画終了しましょうか。もう電源をつけても、この立ち上がる音は鳴るんですよ。でも、もう液晶がつかないんですよ。まあ、あかん。開きませんわ。なんのくだりやね。以上で終わります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ。こっち来てください。これはもう粗大ゴミの日に出し、粗大ゴミ持っていくのが金かかるな。めんどくさいな。また年末に持っていきましょうか。